こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はですね、とんでもなく長時間の空き時間ができてしまいまして、今新宿の街をね、結構プラプラ散歩していたんですよ。そうしましたところ、不意に見つけた、なんじゃこにょ素敵な看板、素敵なテーマというお店を見つけましたので、入ってみようのコーナーでございます。今この木の裏にね、モード学園見えますかね。モード学園に行きたい時に使います、この下の通路、僕が行きたい時ないんですけども、下の通路に入っていきますと、そのお店が現れるんです。ちなみにこちらは工学院大学でございます。いや、おしゃれな大学ですよね。こうやってさ、ビル群に囲まれたビルの大学なんです。で、工学院大学を越えて歩いていきますと、こっちに現れますのが、はい、来ました、カレーバイキング、45分食べ放題1000円ですって。これは気になるよね。しかも今営業再開キャンペーンで半額ですって。で、カレーは5種類、自家製の唐揚げ、スイーツなど全て食べ放題。アゴラだ。じゃあ、先から金額になりますね。はい、3日まで半額でやってますんで。あ、半額500円、すごいですね。これ45分制、さあ入店しまして、店内ホテルのなんかさ、結婚式場とかで食べてるような感じにもなるような空間でございまして、取り放題の場所すごかったです。いや、この500円食べ放題は半端じゃない。で、一瞬ね、サラダとかいろいろあったんですけども、もうカレーだろってことで、バターチキンカレー、まずはこれを取ってきちゃいました。一応唐揚げ2個とコロッケとできまして、バターチキンカレーを上からかけまして、一応このように札をテーブルにかける感じですね。で、この時間までいけますよって言った状態でございます。バンバン食べちゃおう。いただきます。ちょっと焦ってね、水取ってくるの忘れちゃったんですけども、なんかどのくらい食べれるのこれ、45分で。もう食べるの遅いからな。いや、美味しいバターチキンカレーでね、実は雑穀米もあるんですね。白米もあり、雑穀米もありで、このお値段半額じゃなくても安いよねこれね。で、お肉、バターチキンカレーの中にもしっかりこのように入ってます、柔らかそうなやつ、いや、もう優しいまろやかな甘さが吹き抜けるナイスバターチキン。やばい、あのバターチキンうますぎて、ルー食べすぎてちょっとお隣になってましたね、唐揚げたちが。ごめんなさい、ちょっとつけて、このくらいでも美味しいでしょう。いや、唐揚げ抜群にうまい。あれ、中プリプリジューシーな唐揚げで、唐揚げ単品でも勝負できる唐揚げでした。だから唐揚げ定食の唐揚げになれるやつじゃん。枯れなくてもでも勝負できる唐揚げでございまして、十分美味しいぞ。どうしよう、で、つい焦ってコロッケだけ残しましたね。焦るといろんなことしちゃうタイプだね。で、このコロッケもさ、いいサイズ感よね。自分の好きな量で取ってきやすいっていう、食べ放題向きのサイズ感。
はい、2種目はまずサラダ。サラダ、ミニトマトもね、オクラもあります。今高いからね、ミニトマトね。嬉しいです、存在が嬉しい。そしてカレーは富山ブラックを攻めてみましたね。で、五穀米がね、がっつり補充されてましたので、五穀米でがっつり取ってきまして、あとはナンのパターンからのナンの裏にグリーンカレーも仕込んでおきました。どうでしょうか。これプリングルスのキャラクターみたいになってますけども、あとはプリンどうしても取ってきちゃいまして、ウーロン茶。結局ね、おしゃれなドリンクいっぱいあったんですけども、ウーロン茶になっちゃいました。ポテサラもね、仕込んでおりまして、ポテサラに関しましては、それこっちにトッピングっていう作戦、これ超うまいから、台湾ブラックも攻めていきましょう。あ、この感じは、もうコクですって自分で言ってる感じ、自白してる感じ、いいね。もう、うわ、嬉しい。いや、これも辛さは抑えめで非常に食べやすい富山ブラック、いいですね。ちょっとなんでこれ、はい、ちょっとねスペースだいぶ限られてるんですけども、グリーンカレーの感じも、うわ、なんふわふわだよ、持った感じふわふわ。甘くて美味しい。で、グリーンカレーの独特の癖と合わさってまたうまいし、モード学園見えますね、この場所です。昔新宿でバイトした頃にモード学園の子おしゃれだったな、みんな。この人が交わらないようにこの感じで食べていきましょうね。よいしょ、はい、ポテサラパターン、これ絶対美味しいから。ポテサラ入れるとさらに濃く、サラ濃く出てきちゃいますから、たまんないね。もう一皿おさわりいける、あ、もう一皿おかわりいけるかな。おさわりしちゃダメでしょ。ここを切って、あと一周は行きたいね。うん、うん、いや、グリーンカレーと富山ブラックが合わさったら意外となしかと思ったら意外とありでした。で、どっちも辛さはマイルドでございまして、さあ、というわけでラストですけども、やはり雑穀米取ってきまして、キーマカレーとマッサマンカレーの2色カレーで、時間的にもフィニッシュですかね。十分じゃない？500円だよ、はい、マッサマンから、はい、うん、うん、いや、さっきまでと比べてやっぱりね、さらっと酸味を感じられながらも奥深い味わい、それも素敵で、キーマ、ひき肉やっぱゴロゴロだね。もう時間ないからもう一気に行こう、一気に行こう。で、プリン、待って、あの、アップルの、これアップル製品かな、このプリン。滑らか。めっちゃ滑らか。こんな。有名なのかな、このプリン。プリンをいっぱいテーブルに並べて食べてる方もいらっしゃる。ごちそうさまでした。というわけで、空き時間の割に結構がっつり食べちゃいましたので、今運動がてら散歩をしております。新宿にもね、いい公園ありますね。実は初めて来たかもしれないな、この公園。いや、いい公園ですよね。なにこれ、新宿よこれ。さっきの場所から結構すぐ近くよ。あ、そんなあったのねっていう。こういった地面もすべてウッドチップの感じなんですね。あら、なんかかっこよくおしゃれに。
本当に。というわけでアゴラさんにて食べ放題チャレンジしてまいりましたけれども、いやあのさ、入り口の看板の感じからしてもっとジャンキーな感じのカレー屋さん食べ放題のイメージで入ってみたところ、入った瞬間にあれこれ間違えて違うお店入っちゃったみたいに思っちゃうぐらい、今度結婚式の待合室みたいな雰囲気から、なんかそんな感じのお店で、メニューラインナップもあらこんな上品でいろんなものがいっぱいあるんだみたいな、素晴らしかったです。予想を裏切られながら予想以上といったとてつもないあれで500円食べ放題でございました。でも500円の期間は決まってますので、気になった方がいらっしゃいましたらそれまでに、でそれ以降も1000円ですから、とはいえすごいと思いました。なのでどっちにしても気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、カラちゃんさんからのコメントで、アダルトサイトへの誘導かっこハイジーさんに認められた証が未だにつきません、どんな変更めすらつくんですか。あれね、僕がつけてるわけじゃないの、あれ僕なんなら見つけ次第消してんの、だからあれがついたら、あ、ハイジーさんに認められたんだって言って喜ぶやつじゃない。株主さんからのコメントで、頭に玉ねぎ乗せてるんですか、そんなわけないじゃん、頭に玉ねぎ乗ってるの見えます、全然玉ねぎっぽくない、これね黒柳徹子さんにのみやるいじりです、頭に玉ねぎ乗せてますかは、それ以外の人にそのいじり方してるとこ見たことないから、ましてや僕、絶対違うでしょう。かつマカイさんからのコメントで、今日も国防とてもお似合いですね、どう見えてんのだから、かぶってないじゃん何も、そもそも帽子をかぶってるキャラだとしたら、その帽子国防ですかって、ちょっと長かったらねその帽子がね、いや国防じゃないよ長いけどって言いやすいですけども、何もかぶってないのにかぶってるって言われちゃうこの気持ち、玉ねぎ頭の上に国防を乗せてるように見えます。糸数さんからのコメントで、加納姉妹ですか、加納姉妹さんのわけないじゃん、どう見えてる、だからさっきから言ってますけども、そんな胸元が開いた派手な妖艶なドレス着てるように見えます、一番上までボタン止めてますから、なんならで試写会も行きませんし、肌にラメとかもあります、キラキラ感もありません。東京自由日本線チャンネルさんからのコメントで、いつも動画には収められていませんが、食べ終わったお皿も洗っているんですよね、だからそんなわけないじゃん、食い逃げしてんじゃん、食い逃げしようとして見つかっちゃって捕まって皿洗いしてんじゃん、もうそれはもうそんな風に、だから どう見えてるもんだよ、だから今日は玉ねぎ頭でコック帽をかぶって妖艶なドレス着ながら食い逃げしようとしてる人じゃん、そんな目立つ格好で、それは捕まるよ食い逃げしても、それは自分すんごい帽子長いし頭こんなだし衣装キラキラだし、それでお店入って食べて逃げたらそれは目立つよ捕まるよ。ゆうもちさんからのコメントで、何をどうしたらそんなことになるんですか、だから何もしてないの、何も飾ってない、何も帽子とか何も やってないから、みんなちゃんと僕のこれあれのままを見て。